皆さん、こんにちは。今日は映画銃剣戦隊劇レンジャー2007年から2008年の俳優がどのように変わったかをお見せします。あなたは彼らの元の名前と年齢を知るでしょう。2021年に彼らがどのように見え現在何をしているのかをお見せします。チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。行こう。鈴木浩樹は1983年10月3日に生まれは日本の俳優。岩手県北上市出身。映画では感動じゃん激レッドの役を演じています。彼は今38歳です。福井美奈は1984年11月3日に生まれは日本の元女性タレント女優。本名原美奈。三重県名張市出身。映画では彼女宇崎蘭激イエローの役を演じています。彼女は今37歳です。高木萬平は1985年10月22日に生まれは日本の元俳優。愛知県名古屋市出身。映画では深見烈激ブルーの役を演じています。彼は今36歳です。三浦璃来は1983年10月17日に生まれは日本の元俳優である。広島県出身。映画では深見豪雨激バイオレットの役を演じています。彼は今38歳です。宗太郎は1986年1月29日に生まれは日本の俳優モデルである。アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。映画では鬼殺剣激チョッパーの役を演じています。彼は今35歳です。荒木博文は1983年6月14日に生まれは日本の俳優タレント。兵庫県出身。映画ではリオの役を演じています。彼は今38歳です。平田由香は1983年9月15日に生まれは日本の女優声優タレントグラビアアイドルである。北海道夕張郡栗山町出身。過去の所属はオフィス2軍にいば。映画では彼女メレの役を演じています。彼女は今38歳です。川野直樹は1982年2月22日に生まれは千葉県茂原市出身の日本の俳優ミュージシャンドラマー。映画ではロンの役を演じています。彼は今39歳です。桑江咲菜は1992年5月6日に生まれは日本の女優タレントアイドルである。旧芸名朝倉咲きパワーエイジの元メンバー千葉県出身。映画では彼女正木夏目の役を演じています。彼女は今39歳です。伊藤和恵は1966年12月7日に生まれは日本の女優タレントアイドルである。旧芸名朝倉咲きパワーエイジの元メンバー千葉県出身。映画では彼女正木美希の役を演じています。彼女は今55歳です。見てくれてありがとう。新しいアイデアがあったり好きな映画を作ってほしいと思ったら下にコメントして知らせてください。私たちをサポートするために私たちのチャンネルを購読することを忘れないでください。ありがとう。そして次のビデオでお会いしましょう。